GM クルーズはアメリカカリフォルニア州サンフランシスコに本社を置くゼネラルモーターズの自動運転車開発部門でクルーズオートメーションを母体とする。現在は非常場だが GM はクルーズの上場やスピンオフの可能性を検討している。ジャスティン TV と Twitch の共同創業者カイル・ボークトにより創業。 現在 Twitch は2014年 Amazon へ9億7000万ドルで売却されている。当初はオートパイロットの機能を自動車に後付けするキットを開発していたが2015年にレベル2班自動運転キットクルーズ RP-1 を1万ドルで50セット限定で発売した。これはアウディ A4 やアウディ S4 の屋根にミリ波、レーダー、ステレオカメラ、GPS、 完成センサー等を後付けし、高速道路上の半自動運転を試みている。シボレーボルトにベラディンライターというセンサーを複数搭載した自動運転試験車両。サンフランシスコで試験走行を行っている。2016年3月5億8100万ドルで GM に買収されると2016年5月にはサンフランシスコで2016年8月にはアリゾナ州。 スコッツゲールやフェニックスでシボレーボレルト e v の試験車両を使用した走行試験を開始。2017年4月には GM から1400万ドルを投入され1163名を新規雇用するなど自動運転技術の開発が加速すると2017年6月には130台の量産に成功し、9月には世界初の量産可能な自動運転車として シボレエボルト e v ベースの車両が披露された。このレベル3技術が用いられた車両はサンフランシスコ、フェニックス、デトロイトで自動運転の行動で試験走行が行われている。2017年10月にはカリフォルニア州の試験車両を従来の3倍となる100台体制となった。行動実験は運転席と助手席の2名体制で行われ、 時速 25km から 30km 程度で走行している。クルーズの自動運転車は2017年内に21件の事故に関わっているが、そのうち13件は自動運転車の急ブレーキにより追突された事故であったり、人間側に原因のある事故であった。2018年にはニューヨークで自動運転車の実験を開始した。 2018年1月 GM は2019年までにレベル4自動運転車、クルーズ AV を生産する準備が整ったと発表した。この技術が用いられた車両はミシガン州オリオン工場で生産される予定。このクルーズ AV はステアリングホイールやペダルといった運転操作に必要な部品を搭載しないが自動運転のためにセンサーとしてライター5個、ミリ波。 レーダー21個、カメラ16個を搭載している。ライターで、車両周囲の固定物と移動体の形や、大きさ、車両との距離を検知し、レーザー光の反射率が低い場合にミリ波レーダーの、電波の反射で検知を補い、カメラは、物体の分類と追跡に用いる。フェールオペレーショナルに対応しており、制御回路の位置系統が破損しても安定走行を、可能としている。 自動運転が可能な範囲は高精度地図データがあり、実車による走行試験と解析を繰り返した基地の地域に限定されるため、当初の販売形態は、配車サービス向け業務用車両として提供されると予想されている。2016年5月より、GM が出資している配車アプリリフトと自動運転 EV を用いたライドシェアサービスの実験を行っている。また、 2017年8月には従業員向けに独自の配車サービスアプリクルーズエニーウェアを配信してスト運用を開始している。2017年12月には配車アプリを用いてアメリカ国内の複数の都市で無人タクシーサービスを始める計画を発表した。車両はミシガン州のオリオン工場で生産するシボレーボルト EV。2018年5月31日 GM が ソフトバンクグループと提携を発表。ソフトバンクビジョンファンドからクルーズへ22億5000万ドルの出資を受け入れ、持ち分19.6%を付与し、最低7年間は出資を維持することで合意した。この提携により、ソフトバンクビジョンファンドが出資するウーバーや、定期的出向など、ライドシェア大手への車両供給も見込まれる。ありがとうございます。